が終わりを告げ、ヤギの子供たちが待ちに待った日がやってきました。やったー、今日から学校が始まるわ。友達に早く会いたいな。そうだね。お母さんは子供たちを送り出します。7匹の子ヤギが学校に向かって歩いていると、1匹が突然立ち止まります。忘れ物を思い出したのです。スケッチブックを忘れちゃった。後で追いつくから先に行ってて。ヤギの男の子が一人で家に向かっている頃、いつもお腹を空かせた悪い狼のジャックが獲物を探していました。これは大きすぎる。これは小さすぎて腹がいっぱいにならない。これは早すぎて捕まえられない。するとそこにヤギの男の子が横切り、狼は喜びます。うわぁ、ヤギじゃねえか。俺の大好物だ。小ヤギを騙して気をそらそうと、枝を使って頭に2本の触覚をつけます。そして木の葉で羽を作りました。ヤギの友達の可愛い蝶に変身したぞ。早速あのヤギを騙して美味しい朝飯をいただくとしよう。その頃子ヤギは家の前まで帰り着いていました。突然大きな狼が立ちふさがります。君は悪い狼のジャックじゃないか。助けて。そうじゃない、狼ではなく蝶なんだ。見ろよ、狼には触覚なんてないだろう。でも長い尻尾があるだろう。でも大きな羽もあるんだぜ。そうだね、君は蝶なんだ。ああそうなんだ、森で一番大きな蝶なんだ。俺が住む森はすごいんだぜ。来いよ、案内してやるよ。でも今日は学校があるんだ。そりゃ最高だ、今すぐ行って戻ってこよう。学校の友達に冒険話をして自慢できるんだぜ。狼とヤギの男の子は一緒に深い森の中へと向かいます。その頃ヤギの兄弟たちは授業で絵を描いていましたが、兄弟がまだ学校に来ていないことに気づきます。そしてすぐに先生に報告すると、みんな一緒に森へ探しに出かけます。一方狼と森を行くヤギの男の子は狼に問いかけます。蝶は飛べるのになぜ歩いているの？君は飛べない蝶なの？めぇ、もちろん飛べるけど嵐になっちまうんだ。目を閉じて3つ数えてみてくれよ。うん、いいよ。1。狼はロープを取り出し腰にくくりつけると木にぶら下がります。2。そして体を左右に揺らし始めました。3。ヤギの男の子が目を開けると、狼は翼を羽ばたかせて飛んでいました。めぇ、本当に飛べるんだね。しかし狼を支える小枝がきしみ始めます。狼は地面に落ち、羽も一つ飛んでいってしまいました。ああ、羽が壊れちゃったよ。助けを呼んできてあげるよ。めぇ、待てよ、羽が一つしかない蝶を見たことがないのか。羽が一つしかない蝶？ねえ、奴ら隠れて暮らしてるんだぜ。来いよ、一緒に行こう。狼のジャックと子ヤギは大きな葉っぱが茂る場所にやってきました。狼は葉っぱに飛び乗ると、その上で飛び跳ねて宙を舞ってみせます。それを見たヤギの男の子はすっかり魅了されてしまいました。狼はヤギのところにやってきます。お腹が空いて我慢できません。
しかしその時、カラスが狼の頭の触覚に止まります。うわあ、あっち行け、助けてくれ。カラスは大嫌いなんだ。おい、頭から降りろ。そう言って頭を大きく振ると、カラスは枝を掴んだまま飛んでいってしまいました。あ、触覚が取れちゃったよ。どうするの？触覚が一つで羽も一つの蝶がいるんだ。知らなかっただろう。本当に？そうだよ。奴らが暮らす洞窟に連れてってやろう。自分の目で確かめるんだ。うん、そうしよう。めー、楽しみだな。それに洞窟に入るだけで飛べるようになるんだぜ。僕も飛びたいよ。かっこいいね。一方、ヤギの男の子を探していた兄弟たちは、地面に散乱した葉っぱと木の枝を見つけます。めー、葉っぱも枝もバラバラだわ。誰がこんなことをするの？めー。すると狼の大きな足跡を見つけます。ヤギの男の子の危険を察知すると、すぐに救出の計画を立てます。一方、ヤギの男の子が洞窟に入ると、狼は羽と触覚を取り、小ヤギに襲いかかります。くわー、狼だと気づいたヤギは足がすくんで動けません。助けて、君は狼だったんだね。しばらくして、先生と兄弟たちが洞窟に到着すると、入り口で待機します。授業で使っていたネバネバの紐を取り出し、洞窟の入り口に張り巡らせます。そしてヤギの子供たちに踊るように言います。みその声に気づいた狼は慌てて外に飛び出します。ああ、他にもヤギがいるじゃねえか。あいつらもまとめて捕まえてやろう。ヤギに飛びかかろうとした狼でしたが、入り口の紐に引っかかってしまいました。そのまま転げ落ちると森へと消えていきました。助けて、助けてくれ。助けてくれてありがとう。空飛ぶヤギになりたくて罠にかかっちゃったんだ。あなたはありのままでいいのよ。誰かと比べたりしなくていいの。ヤギの子供たちは学校に戻り、楽しい授業を続けました。それからというもの、甘い誘惑に騙されることはなくなりました。ヤギの男の子は、危険なものは何かを学んだからです。